チュイルリー公演の音楽会は、フランスの画家エドゥアール・マネが1862年に制作した絵画。パリのチュイルリー公演で開催されたコンサートに集まる人々を描いた作品である。当時、マネはパリのバティニョール地区に自宅とアトリエを構えていたが、ほとんど毎日のようにチュイルリー公演に行き、スケッチをしていた。マネの友人アントナンプルースとは、 チュイルリー公園に通う真似について次のように書いている。彼は毎日のように2時から4時までチュイルリー公園へ行き木々の下で遊ぶ子供たちやベンチでくつろぐ乳母たちのグループをモデルに屋外で修作をしていた。ボードレールがいつも一緒だった。人々はキャンバスを広げパレットを持ち自分のアトリエにいるかのように落ち着いて絵を描いている上品な服装をした。 この画家を物珍しそうに見ていた。アントナンプルースト本作品は現代社会の英雄性を描くべきだとする友人、シャルル・ボードレールの主張から着想を得たと思われる。本作品にはマネ自身とボードレールを含む友人たちが多く描かれている。前景に描かれた鉄製の椅子は本作品制作の直近数年間で大量生産が可能になって出回るようになったものと、 思われ、パリの急速な近代化を象徴する製品であると指摘されている。本作品は、1863年、マルティネガローでの古典で、街の女歌手や、ローラ・ド・バランスと共に展示されたが、酷評された。批評家たちは、縁日の音楽が耳を傷つけるように、目を傷つける作品であるなどと批判した。下絵のような、荒々しいタッチが不評を招いた。他方、 フレデリック・バジール、クロード・モネ、ピエール・オー・ギストル・ノアールといった若い画家たちは、人々のありのままの姿を描いた本作品に新しさを見出し、後の印象派の一つの起源となったと評されている。画面右側に、オペレッタの帝王と呼ばれるオフフェンバックが座っているのに対し、画面左側には、リヒャル・ト・アーグナーの支持者であるボードレール、テオフィル・コーティエ、ファンタラ・トゥール、 シャンフルーリ、ザカリアストリュクが集まっている。このことから、体制側を象徴する音楽家をフェンバックと、反体制側の詩人ボードレールとの対立が潜んでおり、空虚で曖昧な画面中心部分には、ナポレオン三世への批判を込めたモチーフがあるといった分析がある。ミシェル・フーコーは、真似の絵画と題する講演の中で、本作品について、 木の垂直な線が強調され、後ろの人物たちの頭による水平線とともに、キャンバスの枠自体の垂直線、水平線を繰り返していること、奥行きが浅く、前景の人物が平坦なフリーズのようなものを形成していることを指摘して、二次元性を強調した真似の絵画の例として挙げている。ヒューレームからの遺像によりロンドンのナショナルギャラリーに収蔵された。ありがとうございます。